顎地に有効なテクニック。今で飛距離70メーターですね。この投げ式のメリットはね、あのミノーと違ってあのジグと一緒ですので飛距離が出るんですよね。ですからミノーで釣るより広範囲をね探れる、これがこの投げ式の、メリットですね。すぐに次の魚がヒットしました。おー来ましたよ。こんな来るんですね。あ、キスですね。おお、おっと、キスを釣ったのは僕は初めてですね。投げ式にキス、いいキスじゃないですか。そう、これまでは釣れなかった魚が食ってくる。それが円月投げ式の面白さ。二人は防波堤に移動。全国各地どこにでもある身近な釣り場です。このポイントではクロダイなども狙えます。こういうね、はい、浅瀬のところって意外とキスがいたりね、それからチヌ、はい、クロダイがいたりするんですね、うん、浅めですね、うん、ちょっとやってみる。はい、ぜひ。ちょっと今何グラムついてる。今14グラムですね。そしたらね、はい、8グラム軽いやつつけようか。はい、はい、今、うん、ちょっと軽いのにしたじゃないですか、うん、グラム数っていうのは魚によってやっぱり変えた方がいいんですか。魚っていうか、はい、水深が浅いでしょ、はい、だからあまり大きいんでバチャンってやれるよね。ちっちゃいんでもすぐ沈むし、はい、それから魚自体も小さいよね、はい、だから、餌として食べる魚もまあシェイプもちっちゃい方がいいと思うんで、それで 8g のやつに付け替えようと、はい、これがね、円月投げ式の 8g ね、はい、それでこの上のサイズが 14g、 それから 21g、それから9月にね、はい、追加バージョンで、円月の 28g、1オンスが出ます、はい、これは遠投も効くしね、はい、またあの狙う魚も増えてくるので、はい、楽しみだと思うんですよね。楽しみですね。長い防波堤はラン&ガンで攻めていきます。一番の狙い目は潮通しの良い先端エリア。来た。よし、魚ですね。今度すごい、ドクター持ってるからね。なんだろう、あれ、なんか上か、なんでしょう、全然姿が見えないんですけど。おお、なんでしょう、こっちっぽいじゃん。投げ式やったね。初ヒット。ゆっくり行こうな。はい、慎重に行きます。あれ、これは何なんだろう。かわいい魚。綺麗。よし、ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。え、何ですかこれ。やったー。はい、私コトヒキ初めて釣りましたよ。泣いてる。返事してくれてます。しかも投げ式でも初めて釣ったんで感動してます。砂地を好むコトヒキは投げ釣りの仕掛けによくかかってきます。キャスティングで釣る円月投げ式では防波堤釣りでの可能性をさらに拡大してくれます。翌日、今度は錦江湾に浮かぶ沖堤に上がりました。水深は8メートル前後。マダイやクロダイ、そして定番の根魚を狙います。8グラムにしましたんでね、ちょっと沈むのに時間がかかりますけども、この釣りの基本はね、あの決してこうリズムをつけてしゃくるとか竿先をこうしゃくって投げ式を動かすということをするとね、テーリングといって、あの針が糸に絡んじゃうんですね、あるいはルアーに絡んでしまうと。それより一定のスピードで等速で巻いてくると。普通のルアーをやっている人はなかなか一定のスピードで巻き続けるということを我慢できないんですね。でもあのこれはそういう設計になっていますので、無理にしゃくったりせず、むしろ竿先をピタッと固定させる、
意外と難しいんですね。ついね、横にいる仲間と喋ったりと、竿が結構動いてるんですよね。じゃなくて竿先をピタッと止めておくこと、そのためにはね、このロッドのエンドをですね、脇に挟む。で、止めてあげると、手のっけてる中で竿先止まります。それで一定のスピードで、こう巻き続けると。あとはその巻くスピードのコントロールですね。活性が高い時は早巻きでも食っていきます。潮が動かず当たりがない、こういう場合は目先を変えて際釣りを試すのもポイント。お、うん、わ、来た、はい、うすごいです ね。あー、暑い汗かいちゃった。高級魚ですか、これは。やっぱりこれ美味しいよ。どのようにしたら来たんですか、釣れたの。いわゆるテクトロっていうやつで、テクトロ、ヘチ切りにね、はい、投げ式を落とし込んで、はい、それで20メートルから横に歩いて、はい、それで20回ぐらい巻く。そこから3メートル、4メートル上がったぐらいかな。それで落とし込んでる間にまた20メートルぐらい歩いて、はい、っていうことでずっとヘチをね、はい、横に探ってきたらこの魚出てきましたね。さて、イリアちゃんは沖向きにキャストを続けます。もう何でもいいから釣りたいと思っていたところに、やっと来たお、なんだ、え、かわいい、かこれってあげていいんですかね。いいよ、抜き上げて、佐々木さん抜き上げていいよ。あー、フグ、じゃんじゃじゃーん、フグが釣れましたよ、佐々木さん。おー、本当だ。でも大きいフグ。これって佐々木さん何フグですか。それはね、サバフグ。サバフグ、うん、ちょっとサバに似てる模様だからね。かわいい、グーグー鳴いてます。ヒリエちゃんね、はい、ちょうど今あそこからずっと潮がこう流れてきてるの見える、うん、ちょうど今ここが潮の通り道で、うん、いいタイミングなのね、はい、それで、ちょっと向こうにキャストしてもらって、最初フリーフォールでそこまで落とす、それでゆっくり17回とか、はい、20回ぐらい、うん、最初は巻いてね、はい、そしたら今度はフリーにしないで、はい、竿先を止めたまんまカーブフォール、はい、テンションフォールとも言うんだけど、糸を張ったまま、そうするとフラフラフラって落ちずに前の方にこうスプーンを、投げ式を前の方にこうスーッと泳がしてくる、うん、そうするとね、そのうち着底したらピンと張ってた竿先がふっと前に戻る、はい、それが着底ね、はい、そしたらまたすぐ、はい、今度はさっきより4回か5回少なめに、はい、何段かあるんだけど、はい、突然グーってくるとかね、はい、そういうあたりが来ますわ。来ますか、うん、11、12、13、14、はい、今来ましたね。ちょっと風があるから少し糸引っ張られますけど、私ね、LINEの海の方側の方を見てたんですよ、ずっと竿先を見てたよ、竿先ね、うん、あ、それで分かりました。スーッとこうね、ピシッと張ったらスーッと戻るでしょ、はい、これ OK、 着いた。そしたらもうすぐ、そっかそっか、向こう行きもうと思ってもずっと追ってきてるから、はい、着いたすぐ動き出す、これが大事ね。はい、あ、来たね、分かるでしょ、はい、うん、そこ見てて、うん、あー、一つちょっと問題が解決しました、自分の中で。エギングも一緒ね、はい、うん、ありがとうございます。エギングも一緒。イリアちゃん、問題解決したらすぐでした。来ました。お、はい、はい、大きそうだね。あ、佐々木さんが釣ってたのと一緒だ。あ、旗、旗来ました。私にもありがとうございます。やった、私にも釣れた。赤で来ました。オレンジ色のネクタイ、はい、すごい引きました。引き味も最高、ライトに楽しめるシュアギョギング。円月投げ式を楽しめるのはシュアからの釣りだけではありません。当然オフショア、つまりボートからのキャスティングにも有効です。